私の父はとても変わった人だった。見たことない楽器にはまり出したり、目玉焼きには醤油でもソースでもなくポン酢をかけていた。その変わった父は3年前にとてもポピュラーな病気で亡くなってしまった。そういえば子供の頃はいつもお父さんの後ろに隠れてたな。はあ、よく知らない人とか苦手だから話しかけないでオーラ出してるつもりなんだけどな。珍しいよね。そういえば私、初対面の人とこんなに喋るなんて初めてかも。あなたが釣って私が料理するの、きっとすっごく楽しいよ。吉永恋ちゃん、同じ1組になったんだ。よろしく。おはよう山日。高校生になっても人見知りは変わらないね。再婚相手と連れ子さんと食事会あるんだ。え？はじめまして、みなぎ小春です。日和です。よろしくね、日和ちゃん。新しくできた家族はとても変わった女の子だった。なんか最近、釣りが楽しい。それは多分、きっと。風と、さてとてつなぎ、それと、息を合わせていこう。家に居づらい。海は変わらないでいてくれるのにな。友達に資格なんているの？一緒にいて笑顔になれたら、それだけでいいと思うけどな。あったかご飯に乗せて、小ネギを散らせば？漬け丼の完成。お父さんの味とはちょっと違うかも、けど美味しい。ひよりちゃんのパパの部屋、私が使ってもいいのかなって思って。幼なじみ？うん、保育園の頃からの友達。友達いたんだね。いい笑顔で失礼なこと言わないでくれる？シュワシュワ、笑い声重なってシュワ。新しいお姉ちゃんとはうまくいきそうじゃない？聞く限りじゃコミュ力高そうな子だし。恋ちゃんのパパも釣り人なの？ああいうのは釣り中毒っていうのよ。何をするにも釣り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 が最優先事項の変人なのよ。女の子がこんなに釣りに興味を持ってくれるのは珍しい。このバックキャストとフォワードキャストを繰り返しながらループを安定させることを。机上の苦労をよして。うぅ、ありますように。スローループ2022年1月放送スタート。見てね。Thank you.